作っていきたいと思います。そんなに高温じゃなくていいんですけども、自家製の甜麺になります。ペアリングはいろんなやり方あると思うんですけど、自分はすごくっていうのを意識してて、はい、今日はマサトがホイコーローを作っていきたいと思います。イエーイ。では作っていくであるよ。ホイコーローといえば何ですか？ホイコーロー。違う。キャベツです。芯を取ります。まあ、全部使うんで、まあまあ2つ一旦。ホイコーローなんでざく切りでいきましょう。あと焼いたりしたらちょっとちっちゃくなっちゃうんで、本当にざく切りだ。ホイコーローといえばキャベツと豚肉のダブルヒロインですね。お肉はですね、豚肉で、これ2パックしかなくて、僕ら大食いなんでもう1パック欲しかったんですけど、なかったので、細切れも1パック買ってきました。わお。この3パックで作っていきます。それでは切っていきます。おい。人参です。ちょっと洗ったんで、皮ごと使います。今日はちょっとこんな感じでさっくり、あんま熱いと火が通んないで、まあ、炒める時間なるべく短くしたくて、そのしんなりしちゃうんで、今日火入れに油通ししていくんですけど、食材を、油通しするんで、まあ、多少これぐらい熱くても火は通るんですけど、じゃあ次ピーマンですね。これ切り方に決まりないと思うんですけど、私は一旦全部半分にしちゃいます。でこれ半分に切ったら、このヘタとこの種、ここえぐってもそのままカスッて取っちゃいます。まああとはもう本当に乱切りです。お店の料理と違って、こういう家庭料理というか、毎回味が違って、毎回いろんな発見があることが面白いと思ってるので、家庭料理は調味料とか測りません。なので今日もレシピは載せないので、調味料は載せとくので、皆さん各々好みの味付けを見つけてください。はい。では油通しに入っていきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ油通しをしていきます。はい。そんなに高温じゃなくていいんですけども、170度ぐらいの油に。これ油通しする理由って何か？炒めるよりもさっと火を通して水分が抜けにくくなるんで、まあ油でコーティングされるんでしっとり増しますし、ジューシーに仕上がると。でもさっと、もうさっとでいいです。もうこれぐらいで火がある程度通ったら、最後にちょっと炒めるんで、野菜と合わせて、もうこれぐらい火通しとけばもう全然食べれるんで、一応ザルとかで食べられる。ダメだよ、つまみ食いしちゃ。じゃあ炒めていきます。まずフライパンに油をなじませていきます。もう食材には火入れしてあるので、ここからはもう炒めるというよりはタレとは食材を絡めるぐらいのイメージです。ここで油しっかり塗っておかないと食材がくっついちゃいます。で今日使う食材というか調味料が、こちらメインの甜麺醤ですね。僕が半年寝かせて作ったお手製自家製の甜麺醤です。もう醤油とか入れて作ってるので、醤油とかも追加であんまり入れません。豆板醤をちょっと入れます。あと生姜、ニンニクは使いません。ちょっとラー油入れます。僕の大好きなオイスターソースを、こんな気持ち隠し味程度に入れて、先にもうこれでタレを作っちゃいます。
でお出汁がありましたので、お出汁を加えて、薄溶き片栗粉にちょっと加えていきます。こんな感じです。完成しました。めちゃめちゃうまそう。こんな感じでよろしいでしょうか。うまそう。自家製と甜麺醤のコクが効いてて、やっぱり大喜利の食材、このなんていうんですか、圧倒的な存在感というか食材の、うん、がすごいです。もう食のこの大将に実食してもらって、どんな酒が合うのかちょっと話してもらおうかなと思います。じゃあいただきます。まあそうですね、ホイコード、まあ、中華料理ですよね。結構中華料理って日本酒との組み合わせすごく相性いいんですよ。意外に知られてないんですけど、よく皆さんが想像する中華料理だと紹興酒、中華ってよく合わせる鉄板の組み合わせなんですけど、うん、日本酒もですね、ちょっと紹興酒的ニュアンスの、うん、味わいがあるものがありまして、うん、それがあのよく言われる熟成酒ってやつですね。あのちょっと色味がかってる、そう、あの簡単に言うと茶色味がかってるようなんですけど、うん、ああいうのは本当にあの紹興酒みたいな味わいがして、うん、すごく近いものがあるんですね、うん、でこのホイコーロー、肉の脂の甘みもあるんですけど、うん、あのまあ、いろんなお野菜入ってますけど、味の主体としては脂の甘みと味噌のコク、うん、で温かみがあるんで、そこに合わせてこのかわいい虎柄の岐阜県のだるま正宗っていう熟成酒のパイオニア的倉本さんの日本酒、もこれ茶色い瓶なんでちょっと色味分かりにくいんですけど、実際の色はこんな感じ、分かりますかね、茶色いんですけど、あとあの日本酒って透明っていうイメージあると思いますけど、あと色がついてる日本酒です。これがまあ熟成していくとこういうような色合いがついてきます。でこれ特にちょっと特殊なやつで、干支年の熟成酒を4基分ブレンドしてるんですね。一番古いのが昭和49年で、一番新しいのでも平成22年、4基分の虎年の虎年の熟成酒をブレンドしてます。それでちょっとまあ味を整えるために、あの虎年じゃない違う平成29年の純米酒もブレンドしてるんですけど、そういうあのちょっと特殊なブレンドされた熟成酒、このだるま正宗さんは毎年エトラベルっていうのを出していて、毎年毎年ここの柄がちょっとずつ変わるんですけど、まあ、通常のやつもあるんですけど、通常のはあのだるまになってますね。なんでだるま正宗っていうんですけど、であのおかんにしてます。あのお料理が高くて豚肉の脂もあるので、冷たいお酒よりは温かい方が脂が溶けると思うので相性がいいかと思います。美味しいっす。ペアリングのやり方ってどういう感じなんですか。ペアリングは
でいろんなやり方あると思うんですけど、自分はすごく同調っていうのを意識してて、うん、似た者同士を合わせるって感じですね、うん、なんでその味噌のコクとあの油とかの甘み、肉の甘みに合わせてこの熟成酒を温めてるんですけど、まあ、口の中で食べて飲むっていうスタイルですね。食べながら飲む、混ぜる感じです。口内調味ってよく呼ばれますけど、ご飯を食べてお味噌汁を飲むってよく日本人はやるんですけど、口の中で複合的にいろんな旨味を合わせるっていうスタイルですね。僕はあのそういうスタイルでペアリングやってまして、食べ終わって飲むんじゃなくて口の中である状態で、うん、ホイコーローがご飯ですよね、お酒がお味噌汁っていうようなイメージで食べて飲む、うん、で口の中で混ぜて楽しんでもらうっていうスタイルでやってます。なるほど。はい、ということで、この動画が良かったという方は、高評価、あとはチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画で。